ご存じでしょうか、ありませんかと、そういうことでした。反省した議員をすべて脱線させようではありませんか、ということでした。しかし、法案通過から次の選挙まで10ヶ月は結構長いです。内外の大きな事件で注意が散漫になりそうです。